はい、おかえりお疲れこんばんは、マチコでございます、はい、さあ今日ののがあるというね、うん、今日マチオじゃなくていいのマチコで、うん、マチコで怒んないかな、大丈夫、うん、大丈夫でしょう大丈夫か、はいはい、まあね、うん、たまにはね、うん、ま、マチオしか知らない人もいるかもしれないから、そっか、マチコののがしか私見ないっていう人なのよね、一応マチコさんち私よっていうのをね、はい、アピールしとかないとっていうことでね、まあ今日は第6話ね、早いもんでございます。じゃあそちらの感想やっていきたいと思います。行ってみましょう。まろちゃんでーすまろちゃん、まろちゃんいつも背を向けるね、あなた ねなんでだろう、ちょっと行くよ、スタートはい、ののガールズ、ガールズね、はい、でございます。第6話ということで、うん、はい、今回はですね、A、B、C チーム、うん、こちらの3チームに密着と。お、今回は3つもやってくれましたわ。そうね、まあ、あの前回マチが言ってた、うん、あと6組いるから、うん、2週にわたって3組3組じゃねえのっていうね、当たってたね、もしくは4組2組の結果発表かなみたいなこと言ってましたけども、うんうん、これ3組3組で第8週で結果発表かなかな、うん、っていうふうに思ってますけれども、そしてまず第1 A チーム、はい、ココちゃん、ココナちゃん、サラちゃん、はい、はい、どうでしたかこちらのチームね、え、うん、なんか3人1組っていうのがやっぱ、うん、もう自分が苦手なこととかできないことがあらわになっちゃうっていうか、ああ大人数だとなんとなくできないのが なんか2人3人ぐらいいてもなんとなくふわっとされるけど、3人ってもうごまかし効かないなって思った、はいはい、なんかみんなそれで結構、うんうん、私はダンスは得意だけどあれがちょっとみたいなとか、うんうん、2人は採用されてたのに私のだけ採用されなかったみたいな、ここちゃんね、そう、うんうん、あ辛いなと思いながら、はいはい、なそうそう、テンション下がるよなと思ったけど、うんうん、まあ、でもココちゃんの場合はダンスがそうよ、ダンスで ね頑張ったからね、うんうん、そういうのもあって、まあ、結果みんなでその話し合ってさ、うん、でココナちゃんね、ココナちゃんにでサラちゃん、うんうん、でまあいて、まあ、このプリプロっていうんですか、うん、一応曲作りを、ね、あのリズムがバーンってね あるだけのトラックの中でメロディー作って、ね、すごいよ ねやりなさいっていきなり言われてなかなかできないよできないでしょうと思うけど、うん、みんなだからすごいよなと思った、やってるからちゃんとね、うんうん、そうよ、あれこそ本当にねもう丸裸よ、ね、言ってたけどちゃんみながもう別のチームの時に ねもう脳内も丸見えっていうかさ、うん、なんか、うん、はずいよね、そこでそこ行くんだみたいなことをもう目の前でやらされてるから、ね、うん、これはずいけどよく頑張ったなと思ったわ、うん、でも上手みんな、ね、みんなすごい様になってるっていうか、なんかありそうな感じのっていうか、うん、なんかいいやんっていう感じ、ね、今の子はね大したもんだって思ったわ、うんうんうん、そしてあのここちゃん私はねってもう落ち込んでたわ、うんうん、でもダンスが得意だから、でもう一つ問題だったのがサラちゃん、そうそう、サラちゃんはいいのかなと思ってた、サラちゃんもサラちゃんでやっぱりね、うん、ダンス私だって得意だったけどやっぱりもっと得意な人いるんだみたいな、声来てね上には上がいたっつってもうへこんでたわけですよ、うんね、うん、そうなってきたらちょっと私は何をアピールしたらいいのかなんて言って一人で、うん、年が一番上なんだねぽいよね、うん、こういう感じで言ってたってことは、うんうん、で ここではココナちゃんが一番年下でっていうこと で、うんうん、でなんか2人のココナちゃんから見てて特に2人がこう噛み合ってないみたいな感じだったのかな、うん、ね、うん、でココナちゃんが爆発しちゃって、うん、私年下だけどって、うん、何でも言ってよみたいな、お互いもう2人もお互い頼りあってみたいな、うん、泣いちゃう仲良くしてみたいな感じがね、うん、すごくそれが2人にまた伝わって、うんうんうん、刺さって、うん、さあなんかいい感じになってね、うん、だサラちゃんもあんまりね、お母さんはそりゃそうだけどとか言って、ね、そうやね、うん、お母さんにも分かるけど、分かるけどこちらにも言ってっていうね、うん、なんかあれが可愛かったすごく、そう、ねうん、まあ、素直にそういうのを言い合って結果良かったんじゃない、うん、っていう感じやね、ね、いやまあねココナちゃんもさ日プ出てね、うんうんうん、結構いいところまで行って、そうそう、あの時もすごく注目されてたけども、うん、でも裏ではさ、まあ、あれのことかどうか分かんないけども あんた個性強すぎるんだと、うんうん、ね、あの そんなに個性も自分のもう出しすぎたらどこも拾ってくんないよなんていうことを言われましたみたいな、そんなことやついんのとか思ってさ、うん、個性ってありすぎてもダメなんやね、癖よ要は、
あ、うん、癖言うてんのはね、個性っていう言い方もあるし、うん、癖、お前癖が強い、扱いづらいみたいなことをね、グループだとちょっとみたいな感じかな、うんうん、そういうことを言われたこともあったのかなっていうことがさ、うん、そういうのを乗り越えてね、うん、あ、ココナちゃんもなんか日プンの時また随分変わったなって、そうそう、うん、なんかもう私はここがダメだったらもうダメだぐらいの感じでやってるからさ、うんうん、まだ若いのにさ、そうそう、うんうん、いやなんかすごいなと思って、うん、こっちはこっちで危機感迫る感じでみんなやってんなと思って、ね、うんうん、ねえ、がぜんちょっとココナちゃんやっぱり応援したくなっちゃったわ。う、ね、うん、だからココナちゃんにしたらそういうさ、もう、あ、もう日プに出てたココナちゃんとかね、うんうん、いろいろ、ココちゃんもなんか経験があってとかって、すごいまたここへ来てコンプレックス抱いちゃってっていうの辛さがあったんだろうけど ね、うん、でもね、うん、和解してよかった、いい感じになってましたよ、はい、で、まあ、あの発表の話はまた後でしますけども、うん、あと B チーム、はいはい、これが愛子ちゃん、うん、ジュエルちゃんに響ちゃんと、ね、うん、ここもなかなか、うんうん、素晴らしかった。ここは3人ともいい感じに使われてたんじゃないかな、うんうん、いい感じ、そうなんですよ、ね、いい感じなんだけれど もう風邪ひいちゃう響きちゃん大事な時に風邪ひいちゃう自分でも言ってたよね、うん、大事な時にこういうことになっちゃう、そうそう、うん、子なんですみたいな、うん、まあ、もう私あれ見てて言うなよ言うなよってもう思ってた、うん、あの途中のとこかな、風邪ひいてますとかさ、また言うんじゃないのとか、うん、大丈夫、言うなよ言うなよって思ってた、うん、で結局2人とも、愛子ちゃんもなんか調子悪くなっちゃって風邪ひいて、熱が出ちゃったかな、ね、うん、でジュエルちゃんが一人で頑張って、ね、頑張ってた、ね、うん、留守を守ってたという感じで本番を迎えたわけですけれども、そして C チーム、はいはい、ここが楓ちゃんと小春ちゃんにももちゃんと、ここは楓ちゃんがね、そうそうそう、音楽に関してはすごく自分でも、まあ、家でうちみたいにさ、うん、こう録音するシステムを作ってやっててっていう ね、うんうん、ね、うん、自分でやってたり自分の曲を売り込んだりもしたことあった、うんうん、してるっていう ね、うん、言ってた、だからまあそっちに関してはすごく秀でて、うんうん、みんなを ね引っ張っていってたのにもかかわらず、うんうん、ダンスになって急に落ち込むっていうねう、うん、いいじゃん、歌詞とかあのメロディーがね、うんうん、作曲の能力あるんだから、そうそうそう、もういいじゃんと思うんだけど、うんうん、やっぱりね、比べちゃうよ ね、 なんかね3人だね、うん、と思うけどね、うん、どっちかっていうと小春ちゃんとももちゃんの方がダンスが上手な感じだったのかな、まあまあね、うん、だってももちゃんはねずっとこうダンスやってきたし、うん、小春ちゃんもダンス一家だからね、うん、そうだよ、うん、もうママとお姉ちゃん出てたけどさ、そうそうそう、なんかすごかったよね、まあ個性的なお姉ちゃんそうそうそう、うん、本当にお姉ちゃんも個性的だし、もうママも全然ママっぽくない、うん、ママね、うん、ああダンサーだなって、最初見てあどっちがママって思ったもんねそうそうそう、うん、もう分からんぐらいのそうそうそう、うん、個性がもうぶつかり合ってました、うん、もう一家で、あ、まあでもそんな楓ちゃんをねまた二人で励ますという、うん、ももちゃん最初は何も私言えないみたいな、そう、ももちゃんも ねももちゃんね、うん、まあ、私だけ何にもないような気がするとか言ってたし、うん、小春ちゃんも小春ちゃんでね、うん、なんかどうしたらいいか、本当にこれでいいのかな、そうそう、この3人みたい な、 なんか、ね、お互いそれぞれ悩んでてね、うんうん、で、まあ、いよいよ発表ですよ、はい、うん、ここでやっと登場した、うん、スカイハイ、ね、我らがスカイハイ、小刻み拍手スカイハイ、うん、みんな拍手終わってもいつまでも拍手してる、して最後まで拍手するスカイハイさん、大好きでございます、はい、そして A チーム、うん、あー、こう気合い入ってたわ、ね、確かに表情もちょっと良かったやん、スカイハイさん言ってたけど、もうみんなの表情がバッチリ合ってて、うん、つって、うん、もうすごかったよ、もうココナちゃんも、うん、ね、うん、でまたあのココちゃんのダンスブレイク、うん、めちゃめちゃ良かったね、だからそれに、まあ、触発されるように、まあ、3人の結局さダンス、うん、なんか良かったけどねすごくね、うん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 、なんか途中どうだったのみたいな、なんかね、まあ、一緒に練習したのとか言われてたけどね、うんうん、なんか途中のちょっと息が合ってなかったの、まあ、途中はね、うん、とかあったのかなとかも思ったけどね、うんうん、でもおおって思うところはもう結構数箇所あったからさ、うん、いいポイントポイントでね、うん、と思いましたわ、そして B チーム、ジュエルちゃん、ジュエルちゃんに響ちゃんに響ちゃん、うん、愛子ちゃん、愛子ちゃん、うん、そう、愛子ちゃん髪の毛切ってなかった、うん、可愛かった、可愛かったね、響ちゃんの
なんかちょっとすごい見た感じも個性的な感じが、はいはいはい、私は結構好きやねんけど、そうですか、うん、なんか気になっちゃって、うんうんうん、歌も好きだしと思って、うんはいはいうん、頑張ってと思って。そうね、ジュエルちゃんもね、うん、ジュエルちゃんすごい良かった、ね、よかった、うん、なんか伝わってくるものがあった感じがする、うんうん、すごく良かったと思いました私も、うんで最後のね1チームももちゃん、はい、小春ちゃん、うん、かえでちゃん、はいまあ、結構まああの終盤の方までねごたごたしちゃったみたいだけど、うん、結果ねもう良くなってたよねすごくね、うんうんうん、この3チームの中で一番良かったような私は気がしたかなと思いました、うんうん、すごく雰囲気もあったし、うん、でももちゃんのやっぱ歌はいいんだよね思いのほかね、うんうん、あなんかうんあはうんあなんだ、うんあねうん、あの歌詞うんあはうんあなんだねって言ってなんかそれが良かったみたいでね、うんうんうん、なんかあのスカイハイさんに刺さったみたいな、そうそうそう斬新だなって、うんうん、歌詞は何なんだろう、うんうん、うんはうん、あみたいな、一緒じゃねそれなんか一緒じゃねうんあ一緒じゃね、うんうん、だからなんかあのゆうゆうゆううん、UH みたいな、なんていうの外国、うん、うん、みたいな、だから一緒じゃないそれ、うん、言ってること一緒じゃない、うん、あうん、あとか、うん、わかんないけど、うん、ね、うん、あが良かったみたいな、あと最後のカマキリダンスが良かったみたいな、カマキリダンスね、最後のところすごく合ってんだけどって言って、カマキリ、カマキリ、お尻カマキリって言ってこう、うん、やっぱなんか覚えやすいようにそういうのつけたりするのか、うんねうんうん、このカマキリダンスさ、うん、みたいな感じでね、うんうん、これカマキリダンスね、これってさカマキリのイメージなんだよねっていうやっぱりね、うんうん、分かりやすいよね、そうそうそう、それでこう言ってそれを見てた周りの練習生も、うん、いや面白いなんて言ってみんなが知ってたんだろう ね, ねあれ ね, ねもう大盛り上がりしてた、だからそういう空気作りとかさ、うん、もうムードを作ってた小春ちゃんがね、うんうんうん、本当にまた輝いてたし、これでも結果良かったよねここ ね, ね あとなんか楓ちゃんが楓姉やんって呼ばれるっていうね、あそうやったっけ楓姉やんがいなかったらどうなってたかみたいなことで姉さんじゃなくて姉やんなんやと思いながら、ねうんうんうん、ちょっと面白かったまあ、ねうんまあ、姉さんでもちょっと怖いイメージあるけどね、姉やんぐらい、姉やんぐらいがいいんだよな、うん、こう落ち着きがたい、うん、A チームのやっぱ迫力もね、私はすごく良かったと思うし、うんうん、さあそしてネクストですね、残りの3チームかな、うん、はい、よっ何をしとんだお前ら、おわしの担当じゃ言うたろうがこのこの野々川のいいかなって、別に何がいいかなじゃないわあんた、ん普通の感想を言うてマチコとお前と、うん、もっと感想やから、感想動画やから、もう何を浮かしとんだろう私も言いたかったいろいろの、もっと面白いこと言えたか、言えるかいそんなもん必死じゃこっちは、あの女の子のあのやっとんの見てもう泣き泣きのよかった今回もな、はい、でもう次回か、はい、次回の話をしようねんの、そうネクストって言って、うん、おこれはまた今度はやっと高畑桃花ちゃん、うん、あ桃花ちゃん来るわ、うん、そうそうそう、もうかチームよ、おお、ほんで何やこれ、なあ何をしとるか分からんけども泣きよんのこれは、ま、絶対泣くシーンがあるんだよね今回は、結構ね各チームにね葛藤みたいなものがね、泣くんじゃなあ、ほいで泣く、この子も泣く、泣く、そして泣く、泣くさやかさやかちゃんも泣くじゃん、これおおで町代も泣く、泣く仲介になりそうじゃの、うん、これの、ね、おお、まね、楽しみです、だからこれ3トラックあったやつの、うん、もうこれ最後じゃん、そう、うん、これだけ、どうなるんかの、ラップのチームあるの、高畑桃子が絶対ラップじゃんもんの、あと3チームだけど1チームは、あの D チームと同じトラックな、これでおもうあとのだから D じゃん、 DE だ、E チームが一緒じゃん。で、FG が、うん、
また別のトラックっていうことで多分やるんじゃろうな、はい、楽しみです、ね、わしはそう見とる、ただこのそう何にも泣くようなことがいろいろあるんかの、あるんじゃないやっぱりね、なんかね、いろいろね、このののがほどもう泣く切ないこうサババンってなかったの今までの。そうだね、なんかすごくこう伝わってくるっていうか、普段はのこう最後の最後の方にこう、うん、あの子がもう脱落感じでうわー言うてな、うん、そういうのはあったけど、うん、もうずっとじゃんこれ、うん、やっぱりちょっと気持ちがわかるんじゃない、ノーノーボーイじゃん、わしがのノーノーボーイ誰がじゃノーノーボーイで来てるじゃん、誰がノーノー言うんじゃわしのことを、誰よりもやっぱ気持ちが伝わってくるじゃん、わしはもうどこでもウェルカムボーイじゃん、そっか、来てください、来てください、お前町さん来てください言われてもわしはどこでも行くんじゃけど断っとるだけじゃん、そう、めんどくさい、いかんって言うてな、うん、そんな感じで、まあ来週ですけど、これでまあ来週で全部発表が終わるっちゅうて、うん、まあ、あんたらにこれ日本としてもうほから日本として誇らしい歌ね、すごいよ ね、うん、ね、でもなんか本当に最強なチームできそうで、そうよ、最終的にさすごいことになりそうだなって思うわ、本当にこれはもうの本当にあの、ね、スカイハイさんも言うとった、このチームで作った曲もうみんな宝物じゃって、うんうんうん、ね、それぞれみんな宝物じゃって、ね、うん、作り上げたものだから、うん、おじゃけん、あの、どうせやったら、みんなうちからデビューしませんかちゅうてな。こうん、最終的にな。最終的に、うん。このオーディションで出る人は出るって言うて、うん、そこから漏れた人も全部こう、スカイハイさんのところでやっちゃうけって言って、うん、その今、もうせっかく作った曲あるんじゃんけど、それやろうって言ってな。ね、うん、まあそういう風になってくれることを私は願います、うん、はい、なりそうだもんな、うん、はい、ということでいいかな、いいな、物足りんの、私は全然喋っとらんけど、うんうん、私はもういいです、うん、そうか、わ、はい、かりました、めっきり寒くなってしまいました今日この頃いかがお過ごしでしょうか皆さん、うん、私は水炊きが好きです、はい、全然盛り上がらんのこういう話はの、もうええか、はい、ということで私のことはどうでもええ、皆さん今回のな、感想なんかここまた書いといてください、お願いしますね、うん、それからここまで見てしもうた人は見てしもうたボタン、まあ、ここな押しといてくださいね、あ、こっちか、はい、ここにある、この辺にある、はい、そして、チャンネル登録です、うん、これもしっかりやっといてください、よろしくお願いします、はい、お帰りお疲れ、こんばんは、今日はマチコとマチオと夢マチでお送りしました、また次の動画でお会いしましょう、ごきげんよう、さよなら。